最近カタログでよく見る中庭ファーマーズ、何がそんなに素敵な野菜なの？そんなあなたの疑問を解決すべく、中庭ファーマーズの野良倉農場萩原さんに直接お話をお伺いしてきました。修理細々やってたんですけど、これ料理人さんが一番感動してくれてて、茎をかじってみる。甘いですね。甘いでしょ。食べ方が鍋しかないから需要がないんだろうなと思って、生で食べられる春菊を作りたかったんですよ。料理人さん絶賛の春菊は筋っぽさもえぐみもなく、みずみずしくほんのり甘いのが特徴。実はある出会いが栽培方法の転機となったといいます。なんか有機農業っていうと鶏ふんが米ぬかでやるみたいな。鶏ふんを買いに行ったらですね、なんで鶏ふんなんですか？なんでって言われてもなんかそうかなと思って。例えばトマトに下葉から黄色枯れてくる症状ないですか？あ、ありますあります。それマグネシウム結合です。あそこにありますね、その肥料。一旦にどんぐらい入れたらいいんですか？発生しないと分かんないです。結局そのマグネシウム売ってくんないんです。めんどくさい人でした。でもそれは愛でしたね。闇雲に資材を入れても金ばっかかっちゃうので、ちゃんと理解した上でやらないと無駄ですよ。それは農業を理論的科学的に分析し、有機栽培技術の研究を行っているジャパンバイオファームの小岩井代表との出会いでした。それから土壌分析っていうの初めて。当時なんかこう俗説で有機栽培で3年やれば土ができてくるって言われたんですけど、分析してみたらガッタガタなんですよ。そっから初めて土の設計っていうの、畑ごと作物ごとにどういった肥料をどのくらい施せばいいかを設計し続け、ついに経緯はですね、ヨーロッパコンテスト全品目の中のグランプリっていうのをいただいて、グリーンキーラー4連覇しちゃった。うちの母親が年取って量が食べられないと思って、一口でとんでもない栄養価を食べる、それを作りたいと思って始めたんです。市販の人参の抗酸化力が5ぐらいだとしたら500何歩だ。野菜の味や栄養だけではないのが萩原さんのすごいところ。人間って収穫で1時間で1人当たり8キロ取れないと赤字なんですよ。だけど6キロしか取れない人もいるわけですよ。うち怒っちゃいけないし、早くやれも言っちゃいけないんですよ。早くやれるコツを教えてあげることと、誰もが早くやれる仕組みを考える。わざと遅い人なんかいないんですよね。人間っていくつか花が落ちるんですよ。亜鉛ってミネラルも強化して、この酒粕も強化して、ちょっと中性も強化すると全部着火するんですよ。で総収量がね、実はあんまり変わらない。だけど1試合にたくさんなるから目が迷わないんですよ。で1つかみで18サミぐらい入れられるんです、そうすると今まで4キロしか取れなかったとこが8キロ10キロになってくるんです。めちゃめちゃいい顔するんですよ。肥料設計も土のメカニズムを分かりながら、誰もが肩身の狭い思いをしないような肥料設計とか。野菜も人も大事にするのが野良倉流。そんな野良倉農場にも資材高騰の波が。1400万円ぐらいあって、3年前の1000万円と同じぐらい。でなんかこう資材がこう高騰してきて、ケールと春菊どっちが利益ある、ケールってなって、で春菊やめるか、利益のトーナメント決勝進出になっちゃって、すっげえつまんない農業なんですよ。農業って自由なんだから、ウドを作ったり吹き作ったりしちゃっていいんだぜと。コストカットとか言っちゃうともうつまんないから、一応やっちゃうやっちゃうって言ったら内代30万もかかってきて完全赤字なんですよ。あと一歩の手入れとか、あと一歩の研究とか努力って、うちのスタッフがやりたいっていうエネルギーが必要なんですよ。まあ、これからも面白いと言える職業でもうさせ続けようと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。